初めて大丈夫かな。はい。えー、っとすいません。えー、皆様大変お待たせいたしました。えー、遅い時間になりあの誠に恐縮です。えー、組織委員会の評議委員会理事会、えー、合同の懇談会後の記者ブリーフングを申し上げます。えー、本日の登壇者えー、事務総長の武藤敏郎です。それでは総長お冒頭おまずはご発言をお願いいたします。えー、事務総長の武藤でございます。 今日は評議委員会と理事会の合同懇談会ということでご承知のとおり3時から始まりましたけれどもあのいろいろ濃密な意見交換が行われまして5時過ぎまでですねありました。でえー、議題はです、ね、1つはつ 冒頭の森,森会長の辞意表明、これは皆さん、お聞きいただいたと思います、その後参加者の皆様からのご意見、そういうあの、まあ、いわばセッションがありました、で第2のお、えー、議題は、ですね、えー、ジェンダーイコールティについて、どのように取り組みをしたらいいのかということでございます。 そして第3の課題議題が公認会長の選任手続きの進め方についてということでこの3点について意見交換をいたしましたまずあの最初の森会長の辞意表明に対して、えー、かなり大勢の方からいろいろな意見が出されました。一一つ一ついいろろなあの ことをおっしゃいましたので、えー、まあ、共通したあの内容をですね、まあ、いくつかにまとめてみたいと思います。でまず第一にこのご発言は、えー、オリパラ憲章に反するものであってですね、えー、不適切なものだと。えー、これに対してはまあいろんな言い方でしたけれども、えー、かなり強くですね。 これはどう見ても適切ではないということでございました。で、えー、もう一つはですね、まあこれまであの組織委員会の会長として七年余り、えー、大会準備にまあ全力されてきて、えー、まあ IOC によればあの極めて、えー、今までの大会と比べて、えー、大変あの 順調に進んでいるという高い評価を受けてたと、これはまああの会長の尽力だということでことで評価すべきだという話がありました。それからま森会長はもう政治家としてこれまでスポーツ界の発展に貢献してきましたので、まそのことについて触れる方もおられました。で、まああの。 この段階で会長辞任、これはまあそういうご判断は尊重するけれども、あの我々はまあ意思を受け継いで,ですね成功させなければならないといったようなご意見もありました。それから、会長の発言が不適切だとした上でで、やはりより構造的な問題もあって、 会長退任だけで全てが解決するわけではないのではないか、というまあ、広い視点からの意見等もありました。以上がまあ,あの？皆さんの意見の集約でございます。続いてジェンダーイコリティの取り組みについてまあ、今回のこういう出来事をきっかけに、えー 組織委員会として社会のジェンダー平等にいかに貢献すべきかという視点で参加者の皆様から意見をいただきました。でこれもかなり熱心な討議が行われましていくつかの要約させていただきますけれどもまあ具体的な形としてですね まあ見せていくっていくうか見える化するということが大事だと、まあ、その際スピード感も大事だとこういう指摘それから、まあ、我々はこれまでジェンダーバランスに配慮した大会であるといって、えー、そのような観点から進めてきました。それから SDGs などの 取り組みを行ってきましたがそのようなことを世界にもっと発信すべきであるといったようなお話もありましたそれから政府、東京都関係自治体ボランティアなどの各種のステークホルダーなどを巻き込んだ形で,です、ね、取り組んでいくべきではないかと。 こううい意見もありましたそれから、理事会や評議会の女性割合はやはりあの求められたレベルからは低いので増やすべきではないかと、それから理事会のです、ね、幹部といいますか副会長以上には女性がいませんのでそういうご指摘もありました。 他方で、まあ、ジェンダーイコリティの解決というのはまあこれは時間がかかることなので、えー、組織委員会だけで、まあ、組織委員会の存在というのはあのー、限りのあるものでございますので、えー、そこでできることの限界があるのでやっぱり都や国を巻き込む必要があるのではないかと。えー、それから、あ プロジェクトチームをですねこのジェンダーイコリティを推進するためのプロジェクトチームを組織委員会内に作ってはどうかというお話がありました、えーまあ、このような議論を踏まえまして、えー、我々組織委員会としては あの理事会評議員会の女性比率を今よりも高めていこうということをお答えをいたしましたそれからまあ理,事会その理事会の副会長以上に女性がいないということについてもです、ね、女性の登用を図っていきたいとそういう努力をしていきたいとそれから ジェンダーイクオリティを推進するためのチームを立ち上げると立ち上げて検討すべきだということをそういうご提案にはあのそれを受けてですねチームを立ち上げることといたしますこれはチームの人選を直ちに始めたいと思っておりますでこのジェンダーイクオリティ推進チームまだこれ仮過小でありますけれどもその 検討を踏まえてです、ね、えーまあ、国や都や IOC IO や IPC ともまあ連携しなければいけないんですけれども、まあ、具体的な取り組みができればというふうに考えています。まあ、以上について、えーまあ、ご意見を踏まえてです、ね、組織委員会として、そういう方向で進みたいというお話を申し上げました。 それから最後に、後任会長の選任手続きの意見でございますで。この点につきましては、ですね会長選任は、やはりその国民にとって透明性のあるプロセスでなければならないと、それによって選考の説明 責任を果たすべきであるということでありましたで、そこでですね選考のためのま委員会選考検討委員会のようなものを立ち上げてはどうかという意見がありましたで、私どもとしてはですね公認をですね公認の会長を早急に決める必要があります えー、まあ理,理事の皆様からいただいた透明性の高いプロセスが不可欠だということでありますのでですねことといたしますで、えー、これはあのメンバーは理事会メンバーでございましてあのまあ員の数は1桁ぐらいの 人数にしてですね、えー、男女をほぼ半々それからアスリート中心まあアスリート中心といってもやはり国や都や JOC の関係者にも入っていただく必要があるだろうということで、えー、具体的な委員の人選はですねこれからあ 行うことといたしますそれで、えー、委員会の委員長につきましてはですねこれはあの今日、えー、ご了解をいただく必要があるとそうでないと、えー、なかなか前に進みませんので御田来名誉会長にお願いその場でお願いをして御田来会長にご承諾をいただきました。したがってこの おえー、この委員会のメンバーの選考はですね三田、あのー、委員長と相談して進めていきたいというふうに思っております。でこの時にですね、えー、実は川淵議長がですね、えー、ご発言を求められました。で川淵議長,議長から、えーまあ、自分が 会長の後任というような報道があってそれをご覧になった方に不愉快な思いを持った方もいらっしゃるのではないかとそういう意味でお詫びをしたいという話がありましたでご自身としてはあの会長になるということは考えていないといいますか。 まあ、指名されても指名っていうか、まあ、求められても辞退をするといいますか辞退という言葉を使っておられましたけれどもそういうご発言がありましたであの大変重要なご発言でしたのであの記者の皆様にご議論してもいいかという確認を私はいたしましてあの申し上げている次第でございますえっと 最後に、この候補者選定をですね、できるだけ早く行っていく必要があります。この選考委員会を早速、できるだけ早く開きまして、まだ具体的に決定しておりません、その上で、理事会、評議委員会の決議が迅速に行うと。 こういうことを申し上げた次第であります以上3点でございますけれども、えー、まあ、このタイミングでの会長の辞位表明ということなのでまあ、準備に1日たりとも遅滞が生じてはいけないというふうに今認識しております、えー、準備が遅れることのないように組織委員会一団となってですね 全力で対応に当たっていきたいというふうに思っております。私からは以上でございます。はい、事務総長ありがとうございました。それでは皆様の方からご質問をお受けしたいと思います。平屋の方はあの挙手挙手いただきたいと思います。それからオンラインの方はご質問をご入力ください。今日はあの大変多くの方からご質問があるというふうに思いますので、一人一問と。 こういうことにさせていただいて、進行したいと思います。すいません。こちらから失礼します。nhk の今井です。えっと今あの会長の後任の選考の委員会のお話がありました。あのまあ、できるだけ早くということでありましたが、あの来週プロジェクトレビューがあります。そして。 来月にはあの聖火リレーも始まりいろんな重要局面が控えておりますあの、遅くともここまでには決めなければいけないというリミットはいつ頃なのかというのをもう少しおこ教えていただきたいというのとあと、武藤総長から見て、ですねこの遅滞なく準備するために進めるために必要なその会長の資質、新しい方に求めるものというのを教えてください。えー この選考手続きはあの、まあ、具体的な何日という数字をもっては申し上げかねますけれどもとにかくできるだけ早くやりたいというふうに思っておりますであの新しい会長の資質というのはです、ね、まさにこの選考委員会で議論されるものと思っています。 でこういう状況での交代でありますのでやはりあの、えー、オリンピック・パラリンピックについて、えー、何らかの今までのご経験、えー、というものもまず必要だろうとお、まあ、残り5ヶ月というこのタイミングではございますので、まあ、時間がたくさんあればですね あのだんだん学んでいくというか経験を積まれるということも可能ですけれどもそういうゆとりがないタイミングでございますのでそういうういいことが一つあろうかとがつろか思いますそれからやはりジェンダーイクオリティとかですねあるいはダイバーシティインクルージョンといった我々はそういう概念をですね もう当初から掲げてやってきたつもりでありますけれどもあのこれはなかなかあのお十分にですねこれで十分だということはなかなかありませんけれどもそういうことについての,あの認識があの非常に高い方ということも必要ではないかというふうに思います。 はい、ありがとうございます。じゃあ、えー、斉藤さん、どうぞ。朝日新聞の斉藤です。あの、先般ですね、あの川口さんの、あの公認という、まあ公認、昨日ですね、あの公認にという、会長の公認にという話が、あの報道もされていました。あの、昨日のインタビューでは、あの夕方のインタビューの時点では、まあ一定程度ですね、あの組織委員会とであったり、あの東京都であったり。 えーまあ、もちろん会長、IOC の皆さんとです、ねえー、合意といいますか、まあ、そういうお話があの了解が得られているのではないかと、そういうお話でした、それが一点このような形で、えーあのまあ、白紙ということになったその経緯、何らかの、ね、IOC からの、まあ、クレームなり、何なりがあったのか、あるいは政府からのご意見があったのか、このあたりはいかがでしょうか、教えてくださいあの、まあ、今、最初に言われた、そのえー まあ、あの関係者の了解があったのではないかという点についてはあの私はそのように了解しておりません、えー、まあいろいろ多少の誤解といいますかね行き違いもあったのかもしれませんけれどもあのそういうことではないと思っておりますですからあの、まあ、自然の成り行きとしてですねあの、えー、やはり どうしてそういう結論になったのかが不透明でありますので、あの事態がですね、あのこのような結果になったのではないかというふうに私はあの理解しています。はい、ありがとうございます。じゃあこちらジ島さん。TBS テレビのジ島と申します。よろしくお願いいたします。 先週、森会長は武藤さんに辞任を引き止められたということをお話ししていますけれども、会長を引き止めた理由を教えてください、またその際に事務総長から発言の問題点についてなどはお話になったのか、どのようなコミュニケーションを取られたのか教えてください。あの会長の,その辞を引き止めたと いうふうにまあ言われておりますけれども、あの私はあの個人的な意見を述べたつもりはありません。えー、今日とあの時点で、えー、だいぶあの状況が違ってきたというふうに思います。えー、私があのまあ、えー、会長がそういうことを言われたあの時点ですね。えー、ではあの私の元にはですね。 多くの関係者からあのここで会長があのもし辞めるということになると準備に非常に支障が生ずるのではないかと会長の経験あるいは会長の人脈ですね国際的および国内のスポーツ関係者政治的な関係者の人脈が大事であって 会長森会長というのはあの、えー、続走が望ましいんだという意見がですねあの寄せられてまいりましたでそういうことを私は申し上げましたであのこれはえー、とまあ,あの2人で間での、まあ、やり取りでございますのでちょっと具体的に申し上げるのは差し控えさせていただきますがあの今言ったような趣旨で申し上げた次第です。 その時点では総長、ご自身はあの辞任される必要はないとお考えになったということでしょうか何がないあ、辞任される必要はないと、その時点で総長も思われたということでしょうかいや、私の使命はあの、大勢の皆様の意見を伝えるということが、その時点でですね、私の使命だと、まあ、私が個人的に辞めるべきでないとか、そういうことを言うのは、 あのいかがなものかというふうにその時点では私は思っておりました。ですから大勢の皆さんの意見を会長にお伝えしたということでございます。はいえーと一ノ瀬さん、フジテレビの一ノ瀬と申します。えーと森会長の後任にあの川口さんを起用する動きについてですが、あの。 起用しようとしていた動きについてですが、政府から起用を見送るように組織委員会に働きかけがあったかどうか教えてください。政府から起用を見送るように働きかけがあったかどうかを教えてください。えっと私の理解では、私自身にはですね、そういう働きがあったわけではありません。私の理解では、えー、この公認会長は。 組織委員会において、決めるべきことと。お、いうのが、あの、政府の。基本的な態度であったというふうに理解しています。はい、えっ、ー、と、原田さん、どうぞ。東京新聞の原田です。よろしくお願いします。あの、川淵さんへの、まあ、公認についてなんですけど、公認される。あの。についてですけども、あの、昨日川淵さんは、あの。 森さんからあの要請があったというふうに明言されましたけどもそもそもその組織委員会の中であの誰がまあ森さん含め何人でそういう人事を決めたのかっていうのをあの教えてくださいで、まあ、その辞める方がそのお辞めに問題を起こしてお辞めになる方が公認を選ぶという手続きについてはあの批判的な向きも多いと思うんですけどもそこについては反省点はあるのでしょうか。 あのこれ、川口さんの名誉にも関わりますし、まあ、透明性ということを掲げられるなら、これまでの経緯をちゃんと。あの透明性を持って、あの明かすべきだと思います。よろしくお願いします。おおえー、川口会長、川口さんが。と、会長にという話を。 どのような経緯でやったのかというのはあの私は私の理解するかぎり、えー、あの具体的に組織委員会の中で議論したということはありません。で私はあの、えー、会長の選任というのは定款にはっきり決まっておりましてその手続きが、えー、理事会において選任すると。 いうことでありますので、あのそれ以外の何か誰かがその決めるとねいうようなそういうことはあの前提となってないというふうに理解します。あの従って今回私どもは透明性あると申し上げましたけれども理事会の中で選考委員会を作って、それであの理事会の定款に従った選定手続き。 これ以外に先行の手続きはまあありえないというふうに私は理解しています。ちょっとすみません。えっとオンラインにもいっぱい来ているので二三問だけオンラインとってまた部屋に戻ってきます。えっと武藤事務総長に伺います。森会長は今回の発言について解釈の問題だと言っていましたが、武藤事務総長は森会長の発言はどういう点で問題だと考えていますでしょうかというご質問です。あのこれはあれですね。あの。 ジェイウシ評議員会における発言の話だというふうに思いますがあの私はですね、えー、解釈の問題ということではなくてあの趣旨はですねあの発言の内容はですねあの極めて不適切なものであるというふうに認識しています。あの会長ののい持ちというのは いろいろあるとは思うんですけれどもしかしこれは発言というのはあの一旦それを口にすればそれ,そ,れそれとして理解されるべきものなので、まあ、どういう思いであったかということではなくてですねその発言そのものが適切であったか不適切であったかというふうに考えるべきだというふうに思っています。 はいいありがとうございます続きまして AFP の質問ですあの。先ほど冒頭おっしゃられたその女性の比率をですね理事会、もしくはその副会長以上の登用といったような女性の比率を増やすということに関していつまでにというような時間軸はお持ちでしょうかとそれからその比率の実際のパーセンテージですね。 具体的な目標数字があるかというご質問です。あのこれはそういうその女性比率を増やすというようなことはですね、方向としては正しいご意見だというふうに思いますので、その方向で実行したいというふうに思います。であのこういう話はあの組織委員会が 判断するそして組織委員会が行動すればできることでありますのであのぜひそれを実行していきたいとで、えー、具体的にです、ね、何日までということを申し上げるまでの,あの今日の理事会でのお話を伺って何日までにやるとこの場で申し上げることは困難でございますけれどもこれもできるだけ早く、えー、行いたいと思いますし、えー、次の 理事会はあの3月22日ですか3月22日,日に予定されておりますのであのできればそれに間に合うようにですね、えーえー、行動をしていくことが望ましいというふうに思っています、はい、それから TB グローブブラジルの TB グローブの質問です。会長候候補補者者に関してて何人ぐらいののを立てるのか あの男性、女性何人ずつとかっていうことは考えられているかというご質問でき、まあ、今日こういう形で立ち上げあの検討委員会を立ち上げるということなんで今のご質問に関して具体的なことは全く決まっておりません。あのイメージとしてはやはやり 1>, あの1人のですね候補者を選定していただくのが一番望ましいのではないかというふうに思いますけれどもこれはあの今実際に検討委員会をやってみないとですねあの何とも申し上げられないというふうに思います。 はい、ありがとうありがとうございます。それでは部屋戻ってきます。えー、かなりたくさん質問がありそうなので、えー、次の質問のやり取りの間に、えー、オンラインの方はご質問をご入力ください。えっと全部ピックアップできるかどうか分かりませんが、できる限り行きたいと思います。じゃすいません、前の方はどうぞ。 はいい、えー、週刊ダイヤモンドの岡田と言います、えー、と先ほど、川淵さんから記者に対して、えー、昨日の夜、武藤さんから電話があって、その会長選出の手続きについて説明があり、案に辞を求められたのかなというふうにおっしゃってたんですが、その理解はともかく、えー、武藤事務総長が、えー、と川淵さんの、えー、後継の就任という情報を、いつどのように、えー、と把握をされて、どのように考えて、その後、対応してこられたのかを教えてください。 川口さんというのは、えー、メディアの方から聞きました、まあ、しかも川口さんの映像が映っていてあのおっしゃっていることが確認できるという形でございましたでそこで、えー、これはあの今ルール,ルご説明したような先行手続きになるということを まああのご存知だとは思いましたけれども念のためにですねそういうものですよということを申し上げる必要があるというふうに感じましたあのそれがあの電話した理由ですおあわかったから聞きましたはいどうぞ前から三番目です、ね、はい あ毎日新聞のラーです今回あの、まあ、森会長が辞任されたわけなんですけれども、今後の森会長は何か役職に就くことがあるのかどうか、まあ、何かしら組織委員会と関わっていくのかどうかということは一点と、あとまああの、まあ今回の冒頭で辞意を表明されたわけなんですけれども、まあ、今回、まれわの前では森会長は、まあ、ああ辞めるということの説明をしていないわけなんですが、今回、記者会見に会長が同席されていない、会長が記者会見に出てこない理由は何なんでしょうか。 今回の記者会見ですが、これはですね、すでにこの辞任、この問題についていくつかあの記者会見といいますか、まあ、メディアで説明されました、で今回はこういう辞意の,、えー、の表明ということで、大勢の人の前ではっきりおっしゃいましたので、えーまあ、会長はそれで十分だというふうにご判断になったんだと思います。 あとはあの会長が、森会長がその辞任した後まあ何らかのポストに就くのかというお話ですけれども、現時点では、そういうお話は出ておりません。はい、えっと、後ろから2番目の方あの 週刊金曜日に記事を書いておりますジャーナリストの本田正和と言います先ほどの毎日の方の質問に非常に強く関連するんですけども今の武藤さんのそのご回答に全く納得できないのでですねあのもう一度お伺いするというか苦言を呈することになると思いますがそもそも五輪憲章とも五輪精神とも全く相いれない女性差別発言で辞任する会長がトップが辞任するというですね前代未聞の不祥事が この公益財団法人組織委員会にあるわけですよね。で、そういう中で公人中の公人である森さんがですね。就任会見の時、あれだけ大々的に記者会見しながら。 自分は一方的にあの非公開のほとんど今日のクローズドセッションでしたけれども冒頭で公開しているからといって記者からの質問は全く受け入れないというのはですねこれは全くそのなんていうか公的な組織として多額の税金を決税を投入している組織として国民に対する説明責任は全くなってなってないと思います苦言を呈するというか私は抗議したいぐらいでこれに対してきちっとした説明をしていただきたいし通常の公益財団法人の事務局だったら 説得してでもここに連れてきて記者の前で質問を答えてくださいというのが普通の姿勢だと思いますその上で質問します、えっと、そもそも森会長が7年余り前に就任された時点で 森会長は五輪継承、継承それからあのあの根本あの原則ですね。ああいうものをお読みになっているでしょうか。つまり事務よく理解された上で就任されたのかどうかということをお伺いしたいんです。でこれはなぜこんなことをお伺いするかというと事務局として会長就任予定者に対してどのような確認をされているのか。まあ、教育といえば大変失礼な話になりますが、首相経験までした方に対して。ただしそういうことに対して確認されてないということが今日の事態を招いて いると思うので、あえてお伺いする。そして今後の会長選任にも関わることだと思うので、よろしくお願いします。あの会長就任時にまあ検証を会長が読んだかどうかということは、これは私は何とも申し上げかねます会長がそう、そういうことを伺ったこともありませんし、あの必要があれば何らかの形で会長があの。 えー、お述べになることだとだ思います会見ですので、総長が話してますので、まずは回答を聞きくださいあの当然あの、えー、私どもは同時に就任しましたのであの、私どもが会長をお迎えしたのではなくて、一緒ですから、えー、そういうタイミングでございますのでね。 あの今もお答えした通りなんです。ありがとうございます。じゃあ後ろの女性の方、I W J の塩沢です。えー、森氏の女性別信発言に対し、評議会の会場から笑いが起きたという報道があったり、川淵氏が一時、えー、次期会長に指名された際に。 森氏が、えー、間違いなく陰からサポートするとの発言があったという報道から、えー、影響力を残して陰性を引こうという考えがあったのではないかと疑わざるを得ませんで、えー、今回の懇談会の中でも、えー、と構造的に変わらなければいけないという意見があったそうですがそのために透明性のあるプロセスが必要で説明責任が伴う、えー、ということなのですが この検討委員会に任命された三田内会長はどうして適任だという判断があったのでしょうかそのまたプロセスを教えてください三田内会長はずっとその理事会の名誉会長として一緒にやってまいりましたいろんなことをすべて会長の 職がどういうものであるかということがよくわかっている方であります。従って我々は三田内会長が適任であるというふうにまあ判断をいたしました。あその上で三田内会長にお受けいただいたと。これはあの、えー、ありがたいことだと思っておりますけど、そういうことであります。はい。えっ、ー、ロイターの方どうぞ。 ロイター通信の竹中ですあの新しい会長になられる方の必要な資質としてあのオリンピック・パラリンピック経験それからジェンダーエクオリティーにもあの見識のある方ということでしたがあの例えばあの橋本オリンピック大臣オリンピックの経験ありそれであの男女共同参画一般論で結構でございます。あ,のあいた方 そういった新しいあの必要とされる方にはまるようなあのタイプの方でいらっしゃるとお考えでしょうか。お私からそのご質問にですね、えー、直接お答えするのは適当ではないと思います。私が申し上げたまああのシスというのはまあ、極めて一般的な話でございますので、えー、これを、えー、まあ、満たすような方はですね。 あのまあ、大勢とは言いませんけれども、えー、いろいろおられるのではないかというふうに思いますはい、えー、と2、3、またオンラインから取らさせていただきます、エフェの方からのご質問です。えー、本日の会議の中で、えー、具体的にその候補となるような人の名前が挙が,がったかどうかということのご質問です。 候補の名前は全く上がっておりません、えー。今日の段階ではそういうことをするようなあの場ではないわけでありましてあくまでも手続きを決めるということでございます。 はい、えっと、それから次のご質問、ニューヨーク・タイムズの方からのご質問なんですけれども、橋本聖子さんが具体的にいい名前として上がっているかというご質問です、これ、今のご質問、回答と一緒と思いますので、えー、割愛させていただきます、あのそれからまあ重要なその資質に関しても、すでに回答済みと思いますので、割愛させていただきます。 えー、それから、あまあ、ちょっとさらにあのジェネリックな質問ですけれども、時事通信、長谷部さん、あの人選自体はあの結局のところ選考委員会でなされるというふうに思いますが、えーえー、新会長に女性がふさわしいかどうか、えー、武藤総長個人としてどのように考えていらっしゃいますかというご質問です。あの私はあー 会長の選考にあたって、えー、性別を議論する必要は全くないと思います、えー。適任者を選ぶと、それに尽きるのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。では、部屋の中あとご質問ある方どれぐらいいらっしゃいますか。じゃ、最初、どうぞ、京都新聞さん。あ、すみません。あの京都新聞の国沙羅と申します。 あのまあ今回、森課長辞任ということになるわけですけれども、各方面からそのまあ今回も遅きに失したんではないかというような指摘もですねえなされているわけなんですけれども、総長としてはまあ組織として、そういう指摘に対して、どういうふうにお考えになっているのか、反省点とかもしあれば、お教えていただけますでしょうかお。 まあ2月の初めにです、ね、こういう話になって、えー、まだそんなに時間が経っておりません私はこれがあの遅きに死したというふうには思っておりませんあと部屋の中、手上がってる方で当てられてないその2人の方を指名させていただいて最後オンライン2問で会見以上とさせていただきます。じゃあ先に前の方 ハーフポスト日本版の浜田と申します先ほどの武藤さんのお話で、まあ、理事の中からも、まあ、あの森さんの辞任だけではなくて、まあ、構造的な話だということの意見があったというふうに伺ったんですけれども今回その選考委員会のプロセスだけではなくて、まあ、組織のガバナンス、まあ、森さんに意見を言う人がいなかったんじゃないかという指摘も出ている中で今後その意思決定ですとか まあその組織で何か決めていくことの透明性、選考委員会以外に何か設けていくお考えがあるのか、その辺聞かせてくださいあの、まあ、今回のこの、えー、森会長の発言の不適切さという問題に関連して、まあ、組織委員会の、えー、問題もです、ね、あの指摘されました。 私ははそれこのいろいろなことをおっしゃる方がいますけれどもそれに一つ一つちょっと反論反論というかコメントする必要はないと思いますけれどもこの組織委員会のガバナンスは非常に重要なことでありですね我々は この7年間7年余り組織委員会のマネジメントガバナンスコンプライアンスということを組織の一番重要なです、ね、問題点としてやってまいりましたそういう意味では最大限の努力をしてきたつもりでありますがなお引き続きそういう観点から注意深く運営してまいりたいというふうに思っています では、部屋の中、最後、中の方、どうぞ。えっと、森さんの今後ですけれども。先ほどは、あの、まだ、社名をお願いできますか。あ週刊朝日の上田と申します。ええー、森さんの今後ですが。先ほど、何のポストにつくか、まだ決まっていないという。ご返事だったんですけれども。ええー、巷、その相談役とかですね。そういう報道がすでになされているんですが。 森さんご本人は何らかの形で組織に残るおつもりなんでしょうかあるいはその武藤さんご自身は先ほど政治的な人脈も幅広いと森さんを評価されて7年以上尽力してきたと評価されていたんですけれども何らかの形で組織委員会に残っていただきたいとお考えでしょうか。 報道でこれもですね、あの組織委員会のなんか役職に残るというようなあの記事を拝見いたしました。で、まあ、それが出てきた理由は何かあるのかもしれませんけれども、現在、我々はですねあの、そういうポストの問題をです、ね、議論しているという状況ではありません。であのえ一方であの 森会長が、えー、この、えー、オリンピックも招致の段階からそれからこの準備の段階ですね、えー、非常に多くの貢献をされたというのはこれは事実質だと思います、えー、森会長によってですねあのいろんなことが実現したということはこれはあの客観的に見てあると思いますでただ あのこれは、えー、IOC もですねそういう意味で、えー、森会長がこのオリンピックパラリンピックからに対してですね引き続きこれはあのポストに就くという意味ではなくてですねあのご支援をいただけいただくことが望ましいというふうに言っている方もおられますでそういういろんな議論がありますので今後のことはそういうことを 検討しながらです、ねまあ、適切な結論を得ていくことになるんだろうと思いますけれども何か規定路線のようにです、ねえー、こうなるといったようなことはこれはあの、えー、全く決まっておらないということでございます。はい あのお一人一問にさせていただいてますのであのご容赦ください最後にオンラインから今入っている最後のお二方のご質問を取らさせていただきますフリーランスの木野さんという方のご質問ですちょっと TBS ラジオさんの質問に出るんですが本日の森会長の冒頭挨拶では 五輪開催の準備に私、森会長がいることで妨げになってはならないから辞任をするというご説明がありましたえ、つまりご自身の発言そのものが問題なのではなく、発言後に騒ぎが大きくなったことが辞任理由と受け取れるのですが、無党事務総長はどのようにお考えでしょうかというご質問ですお森会長がその、まあ、大変ご迷惑をかけたと言っているのは、何度もお聞きいたしました。 ししかしそれはあの自分の発言が問題なのではなくっていうように解釈するのはちょっと解釈のしすぎではないかと思います、えー、反省して撤回するとまでおっしゃってるわけですからあの私はあの、えー、そういう認識を十分問題だという認識を十分持った上でですねあの、えー、ご迷惑をかけたことになると。 オリンピックの準備に悪意があってはいけないとそういう具合にあの私は素直に解釈を言いたしておりますはいありがとうございますでは最後のご質問読売新聞ゆうきさんです多様性を主題の一つにした東京大会の開催実現で日本の社会にどんな変化を残したいとお考えですかプロジェクトチームの立ち上げはどのような側面からそれを後押しできるのかをお伺いしたいということです 我々はこの東京大会のビジョンを作るときにですねまああの多様性インクルージョンその中での多様性を認めた上での調和をどうするかとそういうあのビジョンを設定いたしました。これははですねあのまあ日本社会はもちろんその えー、そう多様性についてその、えー、ある程度開かれた寛容のある、まあ、近代社会になっているとは思いますけれどもそれはあの日本のスタンダードで見るとそうなんですが <coughs> 世界のスタンダードで見るとです、ね、まだ十分ではないという意見もあります。したがいまして、えー、このオリンピック・パラリンピックを契機にです、ね、よりあの開かれた日本社会。 よりインクルーシブな日本社会をつくるということをまあ,あのいろんなその世界の比較で日本が、まあ、そのどのあたりの位置にいるかっていうのはいろんな意見がありますけれども、まあ、それは我々はあの、えー、そのオリンピックだけでそれが解決するとは思っておりませんが、えー、我々の与えられたあの。 対応の範囲内でですね、そういう貢献をしていくと、こういうふうにま考えてこのチームをですねあの立ち上げたいということでございます。はい、事務総長ありがとうございました。あの締め切り後に入ったスカイスポーツさんの質問もすでに回答済みですのであの割愛させていただきます。それではあの本日は皆様お忙い時間にお集まりいただきましてありがとうございました。記者会見の方以上とさせていただきます。